そうですね、まあ、あのティーショットもそこそこ良かったですし大きなこうボギーにつながるようなミスが少なかったのであのノーボギーというのはちょっと久しぶりだったから嬉しいです、ね、うんやっぱりちょっと雨がこんだけ降ってくるとラフがあの結構根がしっかりしてるんでこういう雨のラフって飛ばなくなっちゃうんでやっぱり絶対こう気をつけなきゃいけないホールに限っては。 あえてこう距離を残してもスプーンで打ってフェアウェイから打ったっていうのがまあすごく良かったんじゃないですかね。せっかくこうね。ノーボギーデーゴールフできたんで、あのこのリズムをうまく続けられればいいと思います。はい、はい、いはい、ありがとうございました。